俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、さあ行こう。俺が行く。デストラクションドア。オイラの番だね。俺が行く。デストラクションドア。オイラの番だね。Yes!
私のことがわかるわけないでしょ。ついさっき出会ったばっかりなのに。わかるわよ、私はサキのこと。そうなの？なん、もうダメだ、僕もこれ以上はもう。あなたまで何言って。シュージ頑張って、シュージならできるよ。教授すみません、僕たちは逃げられそうにない。もうあんなの勝てるわけがない。怖いのはみんなそうだろう。ノップモンまで泣き言。いいわ。無理だよ、今までのどの怪物よりもあいつはでかいし強い。あんなのに捕まったら、それこそ嫌だ、嫌だ、僕だったら死ぬ気で逃げなきゃ。さ、さきも。大丈夫、ロップも怖くないよ。さ、あなたも泣き言言ってたくせに、なんでロップもには優しい顔見せるの。第一、私と組んでるのはさき、あなたなんだからね。そうね。でもとにかくあとちょっと逃げ切れれば上に。いいや無理だ、あいつの方が足が速い。もうダメだ、教授のおかげでここまで逃げ切れたのに。教授、無事だったんですか？ああ、君たちも無事で何よりだ。いや、まだ無事ってわけでもないな。待ってろよ、無事で済むよ、今お…な、何でかい態度取ってんのよ、ミノル。サキさん、それよりその子たちは？よくわかんないけど、私たちを助けてくれたの。フローラモンにロップモンだ。知り合いなのか？初めて見た。はじめまして。挨拶はあと、あと。今はこいつよ。あいつ
喋れたの？よそ見をしてる場合じゃない。別の怪物が例のファングモンの手下ってやつか。まずい、挟み撃ちになる。こんな連中、僕たちで。ああ、俺たちに任せ。あ、教授、一人で無茶だ。大丈夫かね、サキ君。さあ、私、君たちもこっちに。もう心配。ありがとう、助かった。心配しないで、ダート。この子たちだけでも。え、嘘。そこのチビを狙ったのに手がすま、マジかよ。はあ、おし、そんな。さて、お前らも全員うつむくな！タクマ？タクマ君？立ち止まってたら死ぬだけだ。生き残りたかったら立て、顔を上げろ、戦え。行くぞ、悪魔。ことを言っていたが、こんなものか。いい子ぶってて。そんな。葵、あいつの言うことなんか。葵はいい子ぶってなんかいないわ。本当にいい子なのよ。本気で助けたいのよ。ラボラも、葵はちゃんと強い願いを持ってるわ。私は知っている。葵の私の思い、もっと強くなりたい。でも、ううん、勇気はあるわ。だって、こう戦ってるもの。お願い、傷…ラボラも…うん、私、頑張る。私、前に進む。みんなのために。強い決意が全身に染み込んでくる。葵の思いはこんなにも強い。葵の強さは私が保証する。正しい心があれば。ラボラも。さてと、覚悟しろ。お前に道理を。私はもうラブラモンじゃない。ドーベルモンだ。やはり人間の子供の力。おのれ、
は満タンだよ。よし、私だな。俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、さあ行こう。この力も重ねていて、俺が行く。よし、私だな。グラオラル。俺が行く。よし、私だな。の番だね。
が行く。よし、私だな。オイラの番だね。よし、私だな。オイラの番だね。俺が行く。Thank you.
らの番だね。俺が行く。よし、私だな。グラオラルム。オイラの番だね。俺が行く。よし、私だな。やった。あんな強そうなやつ、すごいよみんな。一体どうなってんの？いろいろ訳があってね。お前らだってそう。ああ、こっちもいろいろあって。この子ロップモンとはすっかりお友達なの。僕には懐いてないようだけどね。修二さんがこの子に辛く当たるからだよ。こんなに可愛いのに。諦めるわけには。葵は私が守る。お前らそんなボロボロなのに戦おうとしてくれるのね。早く安全な場所に帰りたいだろうけど、少し休ませて。立つのもしんどい。なあ、うん、全然。まあ、さすがにこの状況で。ありがとう。ねえ、教授はどうなった？おい。
見ろよ。霧が。たくま、早く離れよ。霧。ひょっとしてさ、教授。教授が落ちたのって霧が出る前じゃん。だったらあの霧には触れてねえかもじゃん。死んだとは限んねえだろ。きっとな。そ、確かに確証はない。死体を見たわけでもない。しかし仮に霧がなかったとしても、この高さからでは。そんなのわかんねえだろ。俺下に降りて探してくる。待てミノル、止めんなよ。いや、僕も行く。私も行くわ。無事な可能性があるなら助けないと。私も手伝う。君たちだけでは心配だな。俺も行くからな。分かった、みんなで教授を探しに行こう。そうか、下は水路になってた。マジで無事かもしれないよな。みんな下流に向かおう。流されている可能性が高い。それから声を出すんだ。教授、教授どこ。おーい。何何今。さっきのやつだ。このたくま、僕まだ。分かってるよ。不意打ちを食らわないように様子を見るだけだ。あれ、かなりボロボロじゃねえか。そうね、私たちが思ってた以上にダメージを与え。それも気になるけど、なんかあいつ霧にまとわりつかれてね。あ、ほんとだ。足元がほとんど霧に覆われて動けなくなってんのか。あんな怪物でもやっぱりあの霧は怖いのね。なんでだろう、あの霧を見てると不安になって。やだもう、いち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 、なんでうちに指図すんのよ。何言ってんだ、俺はお前を心配して。だから、それが余計なお世話なの。今はそんなわがまま言ってる場合じゃないだろう。見てみろ、あたりの。確かに、なんか何があったかわからないが、気がついたらこんなありさまなんだ。そもそも俺たち二人とも突然気絶してたんだ。どう考えたって異常だろ。だからいいか、絶対俺から離れるなよ。だから、なんで命令するの？何
兄様だよ、もう。俺はお前の兄なんだぞ、心配するのは当然だろ。はいはい、何様って言うならお兄様でした。心配なんてしてもさ、別になんともなってなかったし、怪我もあざもないし、どこも痛くないもん。それに気絶、人生初気絶。ドラマとかアニメでしかさ、気絶なんて見たことないのに、すごいよこれ。お前な。それにほら、なんだかわかんないけど、これちょっとワクワク。たく、お前ってやつは。なんだ今のは。地震とかじゃな。いや、まだ続いてる。地震っていうか、にしたってこんなでかい音、まさかまた化け。そんな。よし、俺はちょっと高いところから。え、待ってよお兄ちゃん。化け物に近づくかもしれないんだ。一緒の方が危ない。すぐ戻ってくる。だから絶対そこから動くなよ。いいな。よし、これだけ高い木からなら遠くまで見渡せるだろう。あの足音の正体だけでも突き止めとかないとな。なんだあのでかい化け物は。あの右腕、筋肉の塊どころじゃないな。あんなので攻撃でもされたら簡単に殺されちまう。とにかく危なそうな奴が近くにいると分かっただけで十分だ。ミュウ、急いでここから離れるぞ。ヤバそうな奴がいる。おい、ミュウ、どうした？返事は？おい、あまり世話を焼かせるな。どミュウ、ミュウ、おはよう、アクマ。おはよう、ダクマ。ミノルたちはまだ寝てるか。アオイさんたちはどうだろう、まだ寝てるのかな。どうだろうね、見てこようか。いや、いいよ、起きたら食堂に集まるんだし。とりあえず今日はもう休もう。みんないろいろと疲れてるだろうし。そうだね、もう立っているのも限界だ。シュージ大丈夫？そ
そばに寄るな。ごめん。あれ？ね、ちょっと、まさか全員ここで寝るの？そうだけど、広いし平気だろ。綺麗なシーツも、ほら、たくさんあるわ。そうじゃなくて、男子と女子、一緒に寝るの？え？何言ってんだよ。そんなの気にすんなって。今はそれどころじゃないだろ。気にするに決まってんでしょ、バカなの。着替えとかお風呂とか他にもいろいろ女の子には見られたくないことがたくさんあるのよ。確かにそうよね。今までは私が場所を変えていましたけど。あ、葵ちゃんにだけそんなことさせてたわけ。最低。もっと気を使いなさいよ男子。そうよそうよ、さっきの言う通りよ。こら、無意味に煽るんじゃない。いや、でもいつまた敵に襲われるかわからないし、なるべく一緒にいた方が安全というか。だったら校舎の中どこにいても同じじゃない。そんなこと言って私たちの着替え覗くつもり？いやらしい変態。え、たくまくん？そんなわけないだろ。全然そんなつもりじゃないよ。変態ってなんだ？アグモンたらそんなことも知らないの？変態っていうのは体の形が変わることよ。虫の場合は幼虫からサナギ、成虫に変態するのよ。ねえクネモン。へえ、詳しいのね。なんだかそれって進化みたい。わからないことがあったら何でも聞いてちょうだい。いや、この場合の変態はそういうことでは。とにかく男女で部屋を分けるべきよ。言われるまで気にしていなかったけど、確かにこれはサキさんの言う通りね。まあ当然といえば当然ではあると思うね。くだらねえ。どうせ俺たちはここから、ここなんかとんだ濡れ衣着せられた気がするけど、どうするタクマ。さっきも言ったけど、いつ襲われるかわからないし、やっぱり一緒の方が良くないか。いや、お前ここでそう言えるのは勇者だわ。それ絶対先には言うなよ。また変態いいって言われる。うぅ、それは嫌だな。葵さんと咲は、ハルとみゆきと一緒に音楽室で寝てもらうっていうのはどうかな。みゆきも女の子だし、ハルは見ての通り。うん、まあそれならいい。ええ、私も大丈夫。ということで、寝るときはあの二人と一緒に音楽室にいてほしいんだけど、いいかな？え、僕たちは、はあ、はあ、わかった。それ、ああ、ありがとう。それじゃあ、
おはよう。リョウとシュウジさんもおはよう。そうだな、僕も、ま、困ったな。みんな雰囲気くれ。うむ、いつもふざけているミノルすら相当落ち込んでいるようだしな。もっとみんな楽しそうにすればいい。ダメだよ、こういう時はちゃんと空気を読ま…空気って透明なのに、どうやっ…それは…助け…まあまあ、アグモンも悪気があるわけでもふざけてるわけでもない。君たち、いつもこんなか…アグモンは…まあ、あんな感じだな。俺やクネモンも大体いつも通りだ。寝る場所を変えたラブラモンというやつがこういう時アグモンをたしなめる役目だよ。そっか、僕たちの方はこんなにぎやかじゃなかったな。教授がみんなを引っ張ってくれて、フローラモンとサキが僕を励ま…ふむ、お前のパートナーは昨日から見る限りあまり頼れる相手ではなさそうだな。一番大きいのに。大きいからといって立派とは限らんだろう。それにロップモンへの、そんなこと。我々のパートナーは皆未熟なものだからな。多少の至らなさは仕方ない。彼らが良き行いを遂げるよう見守り支えるのもまた俺たちの役目だ。そうだ教授、見ていてください。僕がきっとみんなを いつまでも落ち込んだり悲しんでいて。言ってることと態度が逆っすよ、修二さん。修二さんの気持ちも考えてやろう。僕たちより長く、その分ショックが大きいのも仕方ないさ。今はそっとしておこう。でもさ、修二さんにはリーダーシップと、次の年長者は葵さんですよ。あとリョウな。どう考えたってこのメンツじゃ修二さんに頑張ってもらわないとさ。でもここは僕がしっかりしないと。まず状況を把握したい。この学校のことや食料や水に関しては。そうだ、修二さんの方は一晩どう過ごしたんです？野宿だよ。ああそりゃ。では、僕たちが今までどうしてたか、順番に。まあでも、若干ハードモードだよな、修二さんたちの方が。教授がいなければどうなっていたか。それにあんなおっかねえのにつけ狙われてずっと追っかけられるって何なんだあれ。俺ら人間の子供を生贄にとかなんとか。そこは教授からも聞いた、獣神や瞳ごく。
教授からもっといろいろ話を聞けてたら何かヒントになったかもしれないよな。すんません。ああ、残念だけど仕方ない。しかし得体の知れない化け物はいるわ。その化け物を飲み込んじまう霧まで出る。そうだよな、あの狼みたいな化け、あの霧に飲み込まれたらどうなんだよ。わからない。でもアグモンたちも絶対に近寄っちゃダメだって言ってたし、気をつけた方がいいのは確かだと思う。まあそうだよな。地下世界とか見知らぬ未開の土地に本物そっくりの山とか校舎とかをコピー、壮大なドッキリ。僕らみドッキリってなんだ。お笑いタレントとかアイドルとかを、いや、ここが何らかの山深い未踏の地ならどうして捜索隊も青年団も来ないのか、ヘリの一台も飛んでこないのか。どうすればここから脱出できるか。なあタクマ、修二さんはうなってばっかだ。ふむ、クネモンもこう言っていることだし、場所を変えてはどうだろうか。お腹も空いちゃったしね。それに女子の意見も聞いてみないとな。僕たちだけじゃなく女子二人の意見も聞いてみないと。確かに。なら続きは食堂で朝飯食いながらにしよう。それじゃあ朝食を。ごめん、みんなは。あ、どうした。トイレだよ、済ましてから食堂に行くから。お、そっか、慌てんなよ。もうやってるみたいだ。え？本当だ、すごい剣幕だ。だから僕は反対だ。子供だけでこんな危険な場所を探索なんて。でもさ、ここに留まっててもどうしようもないじゃん。せめて周囲の状況だけは探ろうって。そうだ、状況把握は生き残るのに必須だからな。私も修二さんに賛成だわ。ここにいれば外よりは安全なんだし。私も葵に賛成よ。危ないことはしない方がいいわ。君たちを危ない目に遭わせるわけにはいかない。僕は教授から託されているんだ。君たちを無事に、その当てとか方法とかわからなくても、それでもみんなでかな。修二、確かにね、先が見えないってことならここにいても外に出ても同じよね。だよね。だったら外に出て戻れる方法を探す方が建設的だと思わない？それも一理あるな。でもそのために犯すリスクと。他に意見は？あいつ昨日からずっとああなんだ。しょうがないな。みゆきちゃんに春は？わかんない。わかんない。そうか、しょうがない。じゃあ君たちは3人とも保留ってことで。あ、タクマ！そうだ、ちょうど2対2で意見が割れてたんだ。君の意見を聞きたい。え？僕に？ああ、周囲を探って地形の把握をするか、ここに留まってしばらく慎重。いいじゃん、タクマの思う通りにしなよ。そう言われても。
僕はここがどこなのかあたりを。だよな。でもそれでまた襲われ、また戦って倒せばいいじゃん。ずいぶん自信があるみたいだけど、勝てる相手ばかりとは限らないんじゃないか。いや確かに。だったら修二さんはどうするつもりなんだよ。ここに居続けて何か変わんのか。状況は変わるかもしれないだろう。化け物が消えたり、そんな運頼みで手がかりもなく。ねえ、これいつまで続くの？なんか飽きた。そう言うな。まあ確かに話が平行線をたどっているようではある。二人とも落ち着いて。このままじゃ結論は出ないよ。それぞれ一旦頭を冷やそうよ。それじゃ二人だけじゃなくて、それで改めて昼にもう一度集まるっていうのはどうかな。それじゃ朝ごはんを食べ。